つまぐろ表門は、蝶目縦破蝶か、独蝶赤表紋蝶属に分類される蝶の一種。メスの前肢先端部が黒色で、斜めの白帯を持つのが特徴である。メディアを再生する、羽ばたきの40倍高速度撮影成虫の、前肢蝶は38から45ミリメートルほど。羽の模様は、死骸でかなり異なる。メスは、前の先端部表面が、黒色地で白い帯が横断し、 ほぼ全面に黒色の反転が散る。羽の裏は薄い木褐色の地に、やや濃い木褐色の反転があるが、表の白帯に対応した部分はやはり白帯となる。また、前紙の根元側の地色はピンクである。全体に鮮やかで目立つ色合いだが、これは有毒の超カバマダラに擬態しているとされ、優雅にひらひらと舞う飛び方も同種に似る。ただしカバマダラは日本では、名帳であり、 稀に飛来して空発的に繁殖するだけである。南西諸島では、その出現は稀でないが、本土では、非常に珍しい。つまり、日本国内においては、擬態のモデル種と常に一緒に見られる場所はなく、擬態として機能していない可能性がある。オスの羽の表側は、氷紋鳥類に、典型的な氷柄だが、講子の外縁が黒く縁取られるので、他種と区別できる。 アフリカ北東部からインド、インドシナ半島、オーストラリア、中国、朝鮮半島、日本までの熱帯、温帯域に広く分布する。この分布域は他の氷紋鳥類が温帯から寒帯にかけて分布するのとは対照的である。日本では南西諸島、九州、四国、本州南西部で見られる。 本州では1980年代まで近畿地方異星でしか見られなかったが、徐々に生息域が北上し1990年代以降には、東海地方から関東地方南部、富山県、新潟県の平野部で観察されるようになった。2002年には関東地方北部でも目撃報告がある。2006年現在、関東地方北部でもほぼ定着し、普通種になりつつある。 成虫は、平地の草原や、には、空き地や道端など身近なところで見られる。地域にもよるが、成虫は4月頃から11月頃まで見られ、その間に4、5回発生する。他の氷門鳥類がほとんど年1回しか発生しないのに対し、多化性という点でも、例外的な種類である。冬は、幼虫や蛹で越冬する。幼虫は、各種スミレ類を食草とし、 野生のスミレ類のみならず園芸種のパンジーやビオラなども食べる。満腹になると地表に降りて他の餌を求めて移動するため、花壇に植えた株が次々と食べられてしまうこともある。修霊で体長30ミリメートル程度、黒色の体の背に一本の赤い筋が縦に通る。体には分岐する。棘状の突起が各節に6本ずつある。突起は体の前半部では黒く。 後半部のものは根元が赤く、先が黒い。かなりトゲトゲしい毛虫である。派手な体色は毒虫を思わせるが、突起で刺すこともなければ、毒も持たない。サナギは尾でぶら下がるもので、背面に金属メいた金色のトゲ状突起が並ぶ。ありがとうございます。